演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらカモミールのスプリンプリン、ティラミスアップを食べたいと思います。あのスプレープリンが今度はティラミスになったんですね。これは気になりますね。ちょっぴり大人向けなのかな。楽しみですね。これにコーヒーパウダーが美味しそうです。あ、ココアパウダーか。これがいいですね。ちょっと取ってみるとこんな感じになってます。ではいただきます。このシリーズやっぱりすごい。シュワッとしたチーズの味わいはもちろんティラミスとしても相性バッチリで、ココアパウダーのほのかな甘み合わさってとっても美味しかったです。下の方にあるコーヒーゼリーはちょっと甘めで、もうちょっと苦味でも良かったかなと思ってしまった部分もあるので、ちょっと改善の余地もありますね。下が苦かったら上とのギャップがあって良かったので、でもシュワッとしたスプレー分とても美味しくいただきましたので、こちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。